あのね、ええ、あのみんな、おみ、はい、さんのことをみんなどう思ってるんだろう。はい、えな、なにそれ。綺麗なお姉さんと思ってるのか、それとも綺麗なお兄さんと思ってるのか。ま、手あおい。どっちなのかな。綺麗なお兄さんでないに、それどういうこと、ジュンコちゃん。なんていうのかな。あのでもね、私ね、たまにね、間違えんね。<laughs> うん ニューハーフですかって。マジ？いやいやマジで二丁目とか歩いてと、うちの事務所がね二丁目にあるんですよ。でそうするとこう喋ってると声が低くてハスキーなもんでニューハーフと間違えてジロジロに見られるわけですよ。そ。こでマッキーの歌なんか歌っちゃってるもんだから道端で。ものすごい間違えるんですよね。すごいね。でもニューハーフの方美人なこと多いから。いやあらもう。だからね。もっと言って。言いたいのはこれなのよ。なんでそんなに美人なのよ性格がひっそう。もう一回言って。なんでそんなに美人なのよもうそれだけ止めて。止めて。性格関係ないから。 関係ないから今日は縛りをします何パクロミさんはなんでこんな綺麗なお姉さんに言葉遣いはひどいんだろう私はそれが不思議で不思議でたまらない何だよそれここから先汚い言葉使ったなと思ったらちょっと待っ100円ちょっと待って待ってそれこの間ナルトロゲンまで言ってたよねそれ本当に実行するわけあここには書いてないけどやりますよマジで マジかよマジっすかえっと本気ですかそうですよこ気からここからあダメと思ったらビュって言って100円払ってもらいます使い道はですねもちろん今後の私たちのお茶代にしますんでどうなにお酒になれないでいやですわ本当にじゃあよろしくお願いしますここで私役の井上和彦さんからあのメッセージ預かってますのでこちらお聞きください徳ちゃんはい頑張ってますかいやあの緊張してます頑張ってね いやいや頑張れません頑張ってますかいや頑張ってません頑張るんだよいや頑張るかな本当はい頑張るかな綺麗だよねいや何を言ってるんですかそんなもう憧れてドキドキしてます何を言ってるんですかええええ。喋らないと本当に可愛いですちょっと待ってどういうことですか大好きいや和彦さんじゃない和彦さんあの和彦さんそうなんですが。 和彦さんも同じこと思ってるっていうねちょっと待ってよねあ気をつけてね言葉気をつけてね待ってくださいお待ちになってまずは私はいつもでもうん。どんな喋り方をしても可愛いあ可愛いのは可愛い可愛い可愛いけど言葉がやっぱり男っぽいと兄貴って言われるわけである番組では実は兄貴って言われてるらしいし兄貴って呼ばれてないからいや私聞いたし今日ありませんから兄貴勘弁してください 言ってたじゃんいやあの人たちねちょっとね勘違いしてるんですよ私をだあのだいぶえそうなのなんかちょっと待ってみかんの汁が出るっちゅうね <laughs> <laughs>